メージした速さスタイルっていうことでしたが、中でもショートヘアの軽やかさっていうのは、はい、具体的にどういう部分で出せるものなんですか？そうですね、まあ、一番わかりやすいのは番組前髪なんですけど、でそこを重たく作ってしまうとどうしても冬のような艶やかな感じになってしまうので、あえてそこは間を作って抜け感のあるようなスタイルにして、まあ、透けるっていう感じですかねいうふうに作ったりとか、あとはその周りのシルエットのところにも少しだけ浮遊感のある束感を作ってあげることで、シルエットは見えるんですけど重くなりすぎないですかね。黒って割と重めのイメージがあるんですが、その中でも黒い色を選ばれたというか、あの黒は普通の真っ黒でも何か作られてるんですか？そうですね、本当ダークアッシュ、ダークアッシュ、はい、アッシュを深く濃く入れると、はい、あの黒髪っぽく見えるんですけど、はい、違うのは束感が作りやすかったりとか毛の流れが出やすいっていうところなんですよね。なので今回はアッシュ系のカラーをのせたっていう感じになります。はい、佐藤さんが撮影される場合、はい、そのダークアッシュ、いわゆる割と黒い深い色っていう場合 の、 あの撮影時の、まあ、今回ライティングしているので、うん、ある程度その工夫に、はい、によって髪の色っていうのを 出せると思うんですけど、はい、その辺髪の毛の色に、黒っぽい髪の毛の色に対し の、 あのライティングの工夫ってどうありますか？うん、はい、あの髪の毛の色があの茶色かったり、あの明るい色の方があの写真を撮るのが簡単なんですね、実は。うん、で、あの写真はその明るいところから暗いところまでの幅で写真が写ると思うんですよね。その一番明るいところから一番黒いところまでの幅が、あの写真の情報としてあの写せるものなんですけど、その黒っていうのはその一番暗いところになってくる部分なので、うん、あの写真に撮った時はボテッとしたあの塊なんですかね、真っ黒になりやすいっていうんですかね、黒く潰れちゃって、うん、そういう風になりやすい傾向にあるんですね、髪の毛の色が。でこれは茶色とかもうちょっと明るい色だと、あのそこに情報が残るんで、あの動きだったりとか髪の毛の質感っていうのが見えやすいんですけど、黒い場合はそこのところを、うん、潰れないように、真っ黒い塊にならないように、その暗いところにも光が当たってて、でそこの質感が見えるようにしてあげるっていうのが大事になってくるんですけど、あの光っていうのはあの方向性があるから、片方から当たってたら片方は暗くなるっていうのは仕方のないことなんですね。なんでその光が当たってる方は明るくなって見えやすいんですけど、反対側の暗くなりやすい部分っていうのをどういうふうに処理してあげるのかっていうのが、あの黒い髪の毛の時は大切になってきまして、そこの部分はあのレフ板だったりとか、そういう反射板とかをうまく使って、その光があの反射して暗いところにも光が回って、そこの部分が潰れて見えなくならないようにしてあげるっていう工夫を、あのヘアスタイルの黒い髪の毛の時はしてます。それかというと白髪よりも黒潰れの方を意識されますか？はい、そう、まあ、どっちもどっちなんですけど、結局白いところから黒いところまでの幅がそのデータとして残らないといけないと思うんですけど、そこの幅をこううまくならしてあげるっていうか、だから白すぎる場所、明るすぎる場所を減らして、暗すぎる場所を減らして、そこの差を少しこう狭めてあげることによって、白いところから黒いところまで入ってるように感じるっていうか、うん、そのためにその当たってる、光が当たってる白飛びしそうなところには光が当たりすぎないようにする工夫をしたり、
黒くなりすぎる部分にはうまく光を回してあげるようにしたりして、そこの幅を狭めてあげるっていうのはやってますね。イメージするシーンごとにホワイトバランスの調整もするんですか？ホワイトバランスはストロボの時は、だいたい固定にしてしまうんですね。ストロボじゃなくてもかな。で、なんていうんですかね、僕がその色味とかを補正する時っていうのは、はい、僕側から何かオレンジっぽく表現したいとか青っぽく表現したいっていうことをすることは あんまりなくて、その元々の見た目 の色味がその読者の人に伝わるようにっていうことを意識してるんで、そのここにいたモデルさんの見た目と写真に撮った時の見た目と印刷された時の見た目の色がずっと変わらないようにするっていうのをちょっと気をつけて、ホワイトバランスの方はやってる感じですかね。